はい、英語の話ですけれども、YouTube で見ることのできる、なんでしょう、この英語ドラマっていうんですかね。タイトルは In Your Dreams、In Your Dreams なんですけど、最後の Dreams の最後の S はサイレントでいいかもわかんない。まあ、ダメなのかな。まあ、見ることができるので、これを私、全く見たことがないんですけど、もしかしたら NHK で日本語版が放送された後なのか分かんないですけどね、これをちょっと見てみて、ティーンエイジャーを対象としたような内容ですが、見てみようと思います。見ながら、世界観とかですね、話しながら。多分半年ぐらいかかるかなと思いますけど、順番通りには見ないので、見るつもりはないので、はい、これが第1回目ですね。はい、以上です。